はい、じゃあリンちゃんのおしっこね、ちょっと黄色だけど少し白く濁った黄色でした、はい、比重が 1.021、まあ、正常範囲、はい、よりもちょっと薄いかな。あ、はい、それから pH が 7.5、まあ、普通の動物だと7なんですよね、犬猫は、はい、でもハムスターはね、なんか経験上正常値ないんですよ。だけど8ぐらいなんですよ、はい、普通大抵見ると、はい、だからそれハムスターの平均、あの平均値がするとちょっと低いかな。まあ7が中性だから、まあまだこれでも少しアルカリによってるんですけどね、はい、タンパクが1プラス、1プラスまでは正常です、はい、からブドウ糖、ケトン、ビリルビン、鮮血糖、これはマイナスでした、はい、まあ糖尿病とか、まあ、肝臓悪くて出るものとかね、はい、であと尿鎮差じゃなくておしっこの顕微鏡検査所見がこれなんですよね、はい、で今これここに真ん中に映し出したのが細胞、はい、死んだ細胞が固まった、もうめちゃくちゃたくさんあります。100個ぐらい固まってると思います。はい、が、今400倍に拡大し してるんですけどね。映、はい、し出されて、その周りにさ、丸いちっちゃいのがさ、もよもよ動いてるの分かります？はい、分かります。これ細菌です。バクテリア。うん、おしっこには細菌が出てる。だけどね、出ちゃうんだよね。で、ちょっと倍率を弱めます。100倍に下げます。とさっき、でもね、細胞ってさ、一箇所だけですよ、あんな固まってたの。あとはもう、あ、ここが、また一個あった。多分これも、死んだ細胞の塊が、出てるかな。で、細菌が、まあ、どの画面を見てもさ、すごいたくさん出てるなぁと思いました。まとめると、白血球がちょっと出てないんだよね、なんだか。細胞成分が1100個ぐらいから10試合に1個ぐらい、じゃあ絞れてない、細菌がちょっと出てる、もう1割じゃない、はい、以上です。